音しているのがお分かりいただけると思うんですが、はい、このようにですね、まあ、実際に自分の名前を呼んでくれているかのようにあの特徴となっております。すごいリアルですよね。実際になんか呼んでもらってるみたいな。そうですね、うん、あのときめきメモリアルですからね、ちょっとあの中途半端なものを出すわけにいかないと。もう皆さん期待してますからね。まあ、2年かけて開発した作品ですからね。この出てくるキャラクターが人間的な感情を持っているということなんですよね。あのときめきメモリアルはですね、遊んでいただけるようにあの考えて作られております、はい、例えばですね、あの例として2つ の, あのシステムを挙げさせていただきますが、1つはですね、あのキャラクター思考ロジックといいまして、通常はですね成長してたんですね。でも今回はですね、あのプレイヤーさんが主人公に対して毎週毎週コマンドを入れて毎日毎日コマンドを実行していくのと、でキャラクターもですね横のつながりを考えておりまして、非常に仲良くてしまったりとかですね、最初はそういうな関係の2人がですねある時をきっかけに非常に親密な、はい、新しいシステムになります。もうなんか先日に近いようなメモリー展開になっているというわけですが、もう一つさらにリアルになったことがあるんですよね。もう一つはですね、ちょっと恥ずかしいんですが、瞳は語るシステム、はい、これはですね、従来 の, ゲームですと女の子の感情を表現するのですね、セリフの内容ですね、何々くんというと何々キャーって呼ぶような、そういう瞳キャーって例えば、新しい主人公に対してはずっと瞳を見つけるんだと、そういうことを見つけるんだと、
早速ゲーム大会を始めてまいりたいと思います。コンパニオンの2人ありがとうございました。さあそれでは最初の参加者4名の方、3名、あ、じゃあ3名の方ですね、3名3名でいきますので、じゃあ3名の方先に、はい、あ、4名になりました。1問逃げてしまうので猫は自分のロケットには入れないように頑張ってください。さあチューチューフィーバーです。ここではチューチューたくさん出てきます。中にね50と書いてある金色のネズミがいるんですが、このチューチューは1匹で50匹分のポイントが取れます。さあ金色のチューチュー見つけてまのようにルーレットが回ります。ルーレットが回りますとスピードアップ、スピードダウン、そしてチューチューフィーバー、猫フィーバーなどといった現象が起こります。はい、ただいまチューチューフィーバーの最中です。一番手前の緑の方が今1番になりましたね。逆転です、逆転。さあこちらの画面でも映ってますので、ね、あちら見にくかったらこちらチューチューフィーバーになりましたので、はい、どん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 入れてください。さてハテナマークの出ている、チューチュー出るかな、出てきませんね。カクカク、あ、出てきました。これ赤いチューチューですね。赤いチューチューうろうろしてます。ここでネズミを逃がしちゃってくださいね。意地悪しちゃうの全然 OK なので頑張ってください。さあ今1位は緑です。緑の方、一番手前の方ですね。はい、それであと残りが3だ。最後の追い込みです。頑張ってチューチューを集めて脱出させてあげてください。さあどうでしょう、今青と緑の方、さああと10秒になりました。ちょっと青の方がリードしてるかな。はい、さて、あ、青の方どん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 リードしてます。さて3、2、1、はい、タイムアップです。はい、青の方おめでとうございます。すごかったですね、結構接戦でしたが、ちょっと感想聞いてみたいと思います。いかがでしたか。あ、なかなか面白かった。面白かったと言っていただきました。じゃあね、これソフト発売されましたらぜひぜひ、はい、今中長期間でしょうか。さあ、その行く手をよく